当時の朝鮮の風俗を描写した、インジ者の国、朝鮮の挿絵。インジ者の国、朝鮮は、アメリカ人牧師ウィリアム・グリフィスの著書。三部構成で記述されており、第一部は古代、中世史、第二部は地理、政治、社会、文化等、第三部は近代史である。1882年初版発行。原著は英語で記されている。 この本の交換によって、グリフィスはアメリカ人として最初に朝鮮史を著述した東洋史の専門家となり、アメリカ人の朝鮮へのイメージを形成する上で多大な影響を与えた。すでに版権保護期間が終了しているため、下記のリンクから自由に閲覧できる。本書は英仏独クラン語などで書かれた既存書および日中の資料に依拠して書かれたものである。 古代においては、三韓征伐が語られ、中世においては文読、継承の役やオランダ人優秀の記述がなされ、また、貴族階級である両藩の応募を、朝鮮の赤兵として紹介している。特に儒教など、非キリスト教的価値観や風習は厳しく批判される。第三部においては、朝鮮の更新性を述べ、将来においては、日本、中国、ロシアのいずれかにより、 餌食になるだろうと書かれている。しばしば誤解されるが、インジ者の国は、朝鮮、韓国に対する固有の表現ではなく、鎖国状態の国、イント屯ン国家を意図したもので、グリフィスは、爆反対制下の日本や、鎖国時代の中国に対しても、インジ者の国と表現している。本書の中では、朝鮮人が、静かなる朝の国が、国語を、 朝鮮の翻訳だと説明したとも書かれているが、グリフィスは門戸解放前の状態である朝鮮、韓国をインジャの国と表現したに過ぎず、普通名詞として用いられている。ありがとうございます。